今回はセブンイレブンのドーンとおむすび豚ロース生姜焼きのおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思いますね。一応こちらですね、生姜炒めとマヨネーズと豚の生姜焼きですね。こちらが入ってるみたいですね。早速こちら切っていきたいと思いますね。こちらが断面ですけど、結構肉が詰まってますね。いいんじゃないですかね。ちょっと早速いただきたいと思いますよ。生姜の味が結構強いですね、これですね。で、豚肉に染み渡って美味しくなってますね、これですね。食べ応えありますね、これ。いい感じの生姜ですよ。あとこのマヨネーズともなかなかいいですね、これ。いい感じの味変になってますよ。というところで、今回このセブンイレブンのドーンとおむすび豚ロース生姜焼きのおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。